という松井、重い速球とフォークを武器に、ホームランは1本。ちょっと自打球を当てました。松井、打席に迎えてマスクかぶっていたらやっぱり怖いですか。そうですね、やはりあのホームランバッターというのはいつの日も怖いですね、はい、さあ 2-3、 松井山田勝負、空振り三振。だいぶ高いボールで投げ損ないなんですがね、はい、ボールが速いというのは、高めの、ね、ボール球をバッター手出してくれます。あ、そして落合です。落合は初球打ち上げました。池山か、ショートの池山、雨を避けながら掴みました。これで2アウト。そして吉村です。打線、しかし長島野球、攻撃野球のその先兵の一人。まあ、しかしちょっとね、気がかりですね、調子がね、出てこないのが。その分重要な5番打者の吉村からね、全然あのバッターに対して怖さがないからね、はい、思い切って投げれますよね、これから狙われちゃうから歩かせるわけにもいかないし、ど真ん中でいいんじゃないですか。今日の山田ならど真ん中、空振り三振。